半沢のクライマックスをずっとやってる感じ。ビンタも特徴的です、中国ドラマの。中国特有やなと思ったのが、うん、とにかくね正月を大事にします。正月だからお前のこと今許してるけど正月じゃなかったらお前のこともう叩き出してるとこだぞ正月大事にしてるな、ぶつかりそうな、うん、で車から身を乗り出してお前何してんだ正月なのに、嘘つけほんまや、嘘つけほんまや、ほんまや。どうも、かまいたちです。さあ本日は、はい、インスタとかの広告で流れてくる中国ドラマ見てみた。よう言うてるなそれ。いやなんか、うん、インスタとかの広告でね1話1分ぐらいの中国のドラマがめっちゃ流れてきてて、うん、めっちゃおもろそうやね。どういうことなんやろうと思って、俺が見たのはドラマボックスっていう配信サービスのやつなんですけど、もうこれ山内が言い出してからなんか急に俺のインスタのおすすめにもめっちゃ出てきてるけど、出てきてる。ドラマボックスのやつでどんなシステムなのかなってまず気になって見たんですけど、1週間で2200円だったかな、コインで1エピソード見るパターンと、この7日間2200円で見放題プランと1年間で3万円で見放題プランっていうのがあって、まあどれを選ぶかなんですけど、俺はちょっと試しに見てみたいということでこの7日間2200円で入ってみました。で一番気になってた中国ドラマ辰年故郷への華麗なる帰還っていうやつを見たんですけど、言ったらまあもう中国ドラマ、このドラマボックスが特にだと思うんですけど、一番オーソドックスなパターンとして、実はすごいのに、人なのにすごくない一般人のふりをしてて、で悪いやつがこの貧乏人めとか言ってきて、最後の辺で実は私が何々なんだみたいなんで、あなたがあのみたいななるのがほとんどです。私いろいろ見たけど3つ見ました。この辰年、俺も1個見たんは、見たっていうかその広告で流れてきたんは、はいはい、男はある日数億円の金塊を見つけた、はいはい、それをちょっとずつ運ぶことにした、その帰り道、事故った、記憶をなくしみたいな、はいはいはい、あれを見た。記憶なくして、で女の子に掃除するおじさんになっててめっちゃビンタされるやつ。そうそうそうビンタも特徴的です、中国ドラマの。よくある、よくある、めっちゃビンタする。で俺が一番注目してたのはこの辰年、どのぐらいのビンタ、そのビンタっていうの、あそんなビンタなんや。なんでされたんや。結構すんねん。結構するけど、なんでされ、そこ試したいタイプなんや。いやどのぐらいのビンタなんや。だいぶするよ。ほんでなんかこれ辰年故郷への華麗なる帰還が俺が面白かったポイントとしては、簡単なあらすじで言うと、主人公の男が遠距離恋愛をしてるんです、で彼女のが地元に住んでるんですけど、とこに初めて行くんですよ。もともとここに住んでたらしいんですけど、ずっと海外で働いてて、久しぶりに彼女と付き合ってからは初めて戻ってくるんですよ、そしたらこの家族はこいつがどんなすごいやつかも分かってなくて、めっちゃいじめるんですよね。ある程度すごい金持ちやな、ここも。こいつがとんでもない金持ちやな、その家族自体も。あ、この辰年、女性の家族たちは普通の庶民なんですけど、このこいつの奥さんを狙ってる金持ちたちがいっぱいいて、地元の金持ちたちが、でその地元の金持ちたちはこんなよくわからん貧乏人じゃなくて、俺と付き合いなよ、俺と結婚し直しなよって言って、でこの女の人の家族はもうこんなやつやめて、こっちの人と付き合ってよあなたみたいな感じやね、で家族もちょっと嫌な家族やね、いい人はこの彼女だけで戻ってきて、そしたらめっちゃいじめられるんですよ。でお土産とかも持ってきてんのに、何このお土産、わけわかんないみたいな、全部雑に扱われて、やりすぎなぐらいやねん、なんかもう全部の演出が半沢のクライマックスをずっとやってる感じそうで、この金持ちのやつは、言ったらこの村の一番の権力者のはるか上の企業の社長やねん、だからこの息子が、この人は何々の息子なのよ、あなたこの人と結婚しなさいって言ってる、そのお父さんのはるか上司がこの人やねん、
でもみんなこいつの正体知らないから、うん、俺は何々の息子なんだぜみたいなんで言ってきて、うん、でこいつはって言えばいいんやけど、うん、正体をなかなか言わないわけで、一番面白かったのがこの中国特有やなと思ったのが、うん、とにかくね正月を大事にしますこのドラマは。どういうことこれね本当見てもらったら分かんないけど、うん、正月を死ぬほど大事にする。どういう意味？いやだからどういう意味？帰ってきて、うん、お土産とか渡すやんか、うん、何このお土産汚らしい捨てましょうみたいに言ったら、うん、この男のやつは身分とかそんなことで、うん、やめましょうよそんなこと正月なんだからってとか言うねで、うん、まあ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 それは普通やん。で他のこの悪いやつらも、うん、正月だからお前のこと今許してるけど正月じゃなかったらお前のこともう叩き出してるとこだぞ正月大事にしてるな。めっちゃ正月大事にしてるでなんか今度こいつが歩いて、うん、金持ちが歩いてたら、うん、悪いやつがキーキーキーってなんかこれは偶然やねんけど、うん、こいつが歩いてるところにギーって急ブレーキでぶつかりそうになる、うん、で車から身を乗り出して、うん、お前何してんだ正月なのに。嘘つけお前嘘つけお前ほんまや正月に引き殺すとこだったじゃねえか。嘘つけよ。いやほんまや全部正月入れてくん。ほんでなんでずっと正月やねんシーン。ずっと正月やん。その正月じゃあるまいしとかの言い方だったら分かるけど正月なのにでずっと正月やん。正月やで正月に多分戻ってきててその正月の間の1日2日の出来事を正月ドラマなの。正月ドラマだこれ。いやいやちゃうやろ。正月に戻ってきてる数日間の出来事を全89話か。おお、うん、多いやろ。でも89分やねん。あ1話1話1分ちょいやん。びっくりした。どんだけ正月で見せんねん。いやでもマジで1話に1回は出てくるぐらい正月なの。嘘ついてるこの人正月なのにとか本当に通訳合ってんのからぐらい正月が出てくる、うん、翻訳間違ってんちゃうか間違ってんちゃうかぐらい正月が出てくる、ね、ほんでそのビンタが多いって言ったやんか、はい、でビンタは金持ちのやつが結構すんねん、うん、いいやつの方が、いいやつはその別に下手に出て正体隠してるっていうわけじゃなくて、うん、お前みたいな貧乏人が何考えてんだペッみたいにされたらバーンってビンタするんだよ。でってこう悪役がビンタ食らってやられて、でお前俺に手挙げたらどうなるか分かってんのかみたいなんで、うん、こいつの連れのヤンキーみたいなのが6人ぐらい組んで、うん、それ全員ビンタが倒す。お前これなほんま信じられへんと思うねん。信じられへんと思うねん。俺も信じられへんからほんまにこんなんとか。違う違うビンタ嘘つけよお前もほんまやマジでビンタで倒す、ね、ビンタの達人ドラマ全員ビンタで倒す、ね、正月ビンタドラマ何やねんそれ。いろんな要素本当にこれだから日本の人が見たら、うん、いろんな面白ポイントがあってその痛快さもさることながらそのビンタの面白さとか正月を大事にしてる加減とかその言い合いになった末さ、うん、バーンは分かるやん、うん、向かってきてんだよ6人の演技、うん、向かってきてる全部ビンタ嘘つけお前ほんまに何話だったからマジでヤンキーに囲まれたの、ま、もういい加減にしてほしいやんビンタで強いねんこいつ、マジでこれねすんごいいろんな笑けるポイントあるこれあれやんな こいつがそのじゃあこのカードでってなんか飯屋で出した時にさ、うん、すごいカードすぎて誰もわからないあそう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 予告で回ってきたわお前は自腹で払えよっていじめられて、うん、じゃあ俺はこのカードでってこのそのホテル内で使える最上級の数人しか持つことができないカードを出すねんけどウェイトレスの人もそのカードのこと知らないぐらい上層部しか知らないスーパーカードで変なカード出してるわ正月なのにいや言ってんねんほんまに言ってんねん正月から変なことするなみたいなマジで正月大事にしてるからじゃあこれ見てマジマジやから正月俺タイトル正月でもいいぐらいコントでやってるぐらいコント正月本当にあなたが
あの人なわけないじゃない正月なのって、ほん、ま、文章おかしい、ほんまにおかしい、文章として成立してないか、成立してないぐらいなってんねんって、ほんまかいな。正月とビンタがもう特に見どころですで基本全部一緒これ3つ見たけど、この正月でありビンタ、ビンタが多い、他のやつも正月多い、ほんまや、ほんとに、いやいや違う、これは正月に故郷に帰ってきたからそうなだけで、ビンタ、この離婚したらハイスペ男に囲まれたから正月関係あれへんやん、出てんねん、女社長と契約結婚 も、いやこれも正月関係あれへん、ビンタも正月も出てんねん、ほんまかいな、すごいからビンタ具合が、ね、それなんで気づかへんねんぐらい、相手は気づかないから、こいつがすごいことに、気づくやろとか、そういう面白さもあるけど、うん、やっぱ見どころとしては正月とビンタです。で、7日間2200円は俺全然ありだと思う。もうとんでもなく種類あるんで、このドラマボックスが。だから固めて、多分ね、コイン買ってみるとすごいかかっちゃうんで、うん、見放題にしてもう気になってるのを一通りダーって見てしまって、うん、1週間でまあ大会するなり、うん、もうちょっと見たいわってなって継続するなりっていうのはありだと思う。でなんかネット見てたら、うん、解約の仕方が分かりませんでしたとか不安な感じのコメントしてる人もいたけど、全然俺は解約普通にサブスクのとこで解約のボタン出てきたし、うん、そういうのはなかったです。ただ同じですシステムが。で女優も同じです。マジで女優さんが同じ女優さん出てるから、数人で回してるんだと思う、このドラマボックスは。怖くないといけない役の人がもうひょろひょろです。いないから人が、兵六みたいなやつがこわもて役で出てきてたり、人がいないから、多分エキストラがマジで低予算で作ってるみたいな豆知識みたいなの書いてあったけど、マジでそうなんだよ。見応えはあるってこと。見応えはめっちゃある。ドラマとしてというよりビンタと正月やろ。ビンタと正月の見応え、痛快さもあるよ。痛快さはもちろんある。だからそのあのシーンだけ、インスタで回ってくるシーンだけ面白いのかなと思いきや、うん、他にもめっちゃ面白いし、まあ、大量にあります。ドラマボックス、ドラマボックス100年漬け込んだ紅茶、茶葉みたいなのとか出てくるんで、でそれを持って行ってたのに、このわけわかんない古い茶葉持ってきてみたいなんで、もう料理に入れちゃうわみたいなん でその金持ちのやつで、いやそれはすごいやつなんだよみたいな言って、君の今から来るおじさんは味が分かる人だと思うから、おじさんが知ったらびっくりすると思うけどって言って、何言ってんのこの人正月なんだよで料理して、でそのおじさんはちょっとランク上のおじさん、うん、でいざ食べてたら、はちょっと待って、これは何だ、これはあの100年漬け込んだ茶葉じゃないかみたいな、なんてことをしてるんだ正月なのに、お前たちはって、いやほんまなってるから見て、まあ、見てください、これし信じられないと思う。チャンネル登録お願いします。俺はこれ見ながら爆笑してて、嫁が何で笑ってんのそれって言ったぐらい面白かったんで。何で笑ってんの正月なのに、正月なのに本当に、特に辰年故郷への華麗なる期間ですね、正月推しです。はい、以上です。